はい、お疲れ様です、今日はクレジットカードの不正利用、なかなかあるんかな、みんな不正利用された経験。ちなみにもう今僕は不正利用されたっていうか、されてるっていうかな、まあ今調査中で、まあ、不正利用じゃないかどうかもわかんないんですけど、実際にその自分が使われたっていうのが初めてなんで、ちょっとみんなそういうことされたことあるんかなと思って、まあちょっとこの話は面白いなと思って、これでね今動画にしようと思って撮ってるんですけど、ぜひチャンネル登録といいねをもう面白かったらぜひしてください。最近ねチャンネル登録本当に結構増えてきて、まあ年内に一応5万チャンネル登録っていうのを今もう絶対的目標で頑張ってるから、なんかネタねえかなっていうところで、ちょっとまたこうやってね面白い、経営者してるとなんかいろんなね面白いことにも出くわす、こう回数多いんで、またやっていこうと思いますので、ぜひ聞いてください。まず何ていうかな、まあ法人カード、まあ僕が会社で使うものもあるから、法人カードをまあ3枚4枚ぐらい持ってるのかな。で個人のカードが2枚かな、3枚か、まあいろんなカードがあるじゃん今、そのドコモとかで作ってだとかで、ちなみにこれ青山って洋服の青山でさ、カード作ってくれって作ってくれたら安くなるみたいな感じで、結構もう 4,5 年前から作ってるんですけど、一回も使ったことないみたいなカードなんですよ。でなんちゅうかな、明細とかこの来るじゃないですか。まあその前にその言っとくのは、その俺はまあそのカードいっぱい持ってるんですけど、会社ではまあ2枚ぐらい、会社のカードはまあ2枚ぐらいがもうメインで使ってて、ほとんどなんか忘れたとかじゃない限り使ってないんですよ。で個人ではもう1枚、自分のねプライベートのものだとか、会社で落とせないものを買うときは個人のカード1枚持ってるんですけど、そのそれ以外はもうなんかカードケースみたいなところも全部しまってんの、なんかもうわけわからなくなるじゃん。だからもう財布に入れてるのと、もうそのなんか使わないカードケースっていうか、いろんななんか会員証だとかああいうのをバーって入れてるケースに入れっぱなしにもう何年もしてるんですけど、なんちゅうかな、それ先にこれ言うか、これがさ手紙が来たんですよ、まあ自宅にね。まあこれちょっと住所とか、自分の住所入ってるからね、実際に本当に小林和信って書いてあるからね、書いてあるんですけど、まあ何て書いてあるかっていうと、まあご利用に関するご連絡のお願い、まあちょっと途中から読みますね。平素はここはいいか。昨今クレジットカードの盗難、紛失、偽造、番号盗用と盗む用ねなど、第三者による不正使用が多く発生していることにより、一部のお取引内容につきまして、ご利用の確認をさせていただきたくて、いただいておりますか。過日ご利用いただいておりますクレジットカードのお取引内容につきまして、確認させていただきたく、ご登録いただいております お電話番号にご連絡させていただいておりましたが、ご連絡をお取りすることができず、書面にてご案内させていただくことをご了承ください。つきましてはお手数をおかけしますが、弊社担当窓口までご連絡くださいみたいな感じなんですけど、結局まあ電話くださいっていう通知が来たんですよ。で、なんでこれちなみに通知来るっていうと、その俺自身はその、なんちゅうの、まあ電話プライベートとその個人をその2台持ちができなくて、どうしても。で、1台の携帯でやり取りしてるんですけど、すっげえ電話鳴るからさ、いろんなやつから。営業とかね、一回会ってなんか取引でって言っても、まあなんか買ってくださいだとか、ね、保険屋さんだとか、いろんなとこから、まあ営業電話でかかってくるんだわ。だからもう、めんどくさいから、もう直立にしてるんですよ。電話を持ってない人の状態を貫い取るっていうか、まあ直立にして、まあショートメッセージだとか、LINE だとか、まあいろいろね、会社用のメッセージアプリみたいなのも使ってるんですけど、なんか、そういうもので、仕事のチェックしたり、外でメールチェックしたりね、するためだけに使ってて、あとはまあこっちからかけるのは、まあようかけるかな。まあそうやってやってるで、結局何回か電話しとったらしいんですけど、繋がんないと俺の携帯が。で、まあ、手紙にしましたっていうことなんですけど、でまあ、何、
本当に昨日その前ぐらいから電話して話をしてみたら、そのまあ不正これ使った覚えがありますかって、まあ、聞かれたんです。これ何って言うと、まあ、これちょっと俺の名前とか、これ店の名前だって、これまあ消しても、あ、口座番号入ってるもんな。でこの口座が3万4000ってまあ知れてるんですけど、このなんか ビットイット、まあ、これそうピントをさ固定しちゃってるもんね、ちょっと見れんと思うんですけど、まあうん、まあこの辺俺の近くしかピントがね固定しちゃってるんでちょっとあれですけど、ビットイットっていうところとラクマかで、なんかまあまあそれ俺もそんな全然覚えないし、このカードなんかもう名刺入れの中に入れっぱなしだったから、って言ってで、ねそんなわけわからんね、なんか課金レートとかなんかレート換算レートかだってドルかユーロか、ユーロで落とされてるんですよね。でこれもう絶対おかしいなと思って、まあ電話しゃべってる中で結局なんかもう本当にもう月にもう100回とかカード切るから、その仕事とかね全部含めて100回ぐらい切るからもうはっきり覚えてねえわみたいな感じだったんですけど、で金額もあれじゃん、その3万4千とか3万3千とかだからそんな大した金額じゃないからさ、なんかうん、なんか買ったかなみたいな気になるじゃないですか。まあ Amazon とかね登録のカードがあるもんでそこからしか落ちないと思うんですけど、だからいや分かんないって、俺が使ったかどうかちょっと分かんないけどちょっと一回調べますって言ってサイトとか調べても全然なんかわけわかんないサイトで、いやこれ多分違うなって、いや多分だったら困りますみたいな感じでさ向こうも言ってて、でまあいろいろじゃあもう一回調べますって言って調べて、あの日付とか見てね、いつ使われた、じゃあその時何しとったって調べて、実際にあのレシート調べたりしてもないじゃんってなって、じゃあこれもう俺使ってねえわみたいな感じで、まあ今カード会社に話してるんですよ、うん、でだからもう結局向こうはまあ、あのそうそうそう、これ知ってんのかな、あのカードって不正利用されたら保険降りるらしいんだよね、で丸々全部金が返ってくるか、まあ、返ってこんかまだはっきりしないんだけど、今から調査してその審議みたいなねあれが降りたら、まあ、お金は返しますと。あそうなんだって言って、金返してくれるかどうかで別にねなんかごちゃごちゃ言っとるわけじゃないんだけど、うん、じゃあこれもうね、あちなみにもうこれカードを止めたんですよ、もうそのわけわからんカード持っとると嫌だから、もうまあ停止してくださいって言って、まあ、止めたんで、こういうの見せてカード番号とかもし出てきとってもね、使えないけどね、うん、だからまあ本当になんかな、もうカード使われるってないじゃん、なんか夢みたいな話でしょ、なんか俺もそのなんかネットとかで見て、そのパスワードを盗まれたとかなんだとか LINE 乗っ取りとか、ああいうのってある人いんのかなっていうぐらいのレベルで、そんななんか変なサイトとかさ、なんかいやらしいサイトとかエッチなサイトね、まあ、ああいうところ入ってきゃまあなるんかなと思うけど、そういうこと別にやるわけじゃないからさ、そんなないでしょうと思ったんだけど、カードも持ってたからね、ちなみに。で出したことないと思う、もうこれをピッて出してなんかやったことないと思うんだけど、うん、ただもうそれね不正利用されてたってことはどういうことですかって、まあ向こうの会社に聞いたら、まあカード番号とかそういうなんか裏に書いてある数字とかを、うん、なんか人に見せた覚えないですかとか、ネットに入力した覚えないですかって言うんですけど、いや本当にないんだわと思って、なんか 4,5 年前かなんかに、なんかの会員かなんかを払うのでなんか 1,2 回使ったことはあるけど、いや本当にないんだよなみたいな。だって結構何年前から下手したら不正されとったんじゃねえかと思ってさ、まあ、まあ聞いてる最中なんですけど、うん、でもう皆さんもね、そんななんかカードとか持っとって明細なんか見ないでしょこういうの。もう俺ももう全然見ないんで、まあ、会社のやつなんかもう見ても分かんないし、俺も自分で何使ったかなんかそのこのカタカナでちょこっと書いてあるぐらいのレベルじゃ分かんないから。だけど本当にもう皆さんもそのカードをきちっとチェックして、何に使われたかってチェックして、うーん、やられた方がいいって思いますよね。うん、まあちょっと話がまとまりなかったですけど、まあ本当にもうリアルお金を落とされた話なんで、ちょっともしよかったらいいねだけでも
まあ、せっかくね俺も一生懸命話してちょっと再生伸びるかなと思ってよく書いて話してますんで、チャンネル登録とあのいいね、チャンネル登録もぜひしてくださいね。また本当に面白い話どんどん入れていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。また見てねー。